さあ出走だ。上空には灰色の空が広がる京都レース場。天気は何とか持ちこたえ、両馬場の発表です。天気持ってくれるといいですね。3番人気には東海帝王、この評価は少し不満か。2番人気はこの子サイレンス鈴鹿、威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、三冠馬娘アグネスタキオン1番人気です。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはサイレンス鈴鹿、マドベルボン期待通りの結果を出せるか。1番人気アグネスタキオン、アグネスタキオン落ち着かない様子。冷静さを取り戻せるといいのですが。日本のブルボン快調に飛ばしていきます。先頭は日本のブルボン単身で飛ばしていきます。続いてマルゼンスキー、そしてその外から行ったのはサイレンス鈴鹿。牛を回って3番一馬身さん、2番外を回ります。17番、さらにアグネスタキオン1コーナーから2コーナーへ向かう。現在1番は日本のブルボン続きました。サイレンス鈴鹿、マルゼンスキー1馬身差、3番その後から2番1馬身差、17番、外でライスシャワー少し離れてハッピーリーク、内の方からアグネスタキオン外目をついて12番、2馬身差メジロマックイーン、そのうち並んで4番、さらに東海帝王2馬身3馬身開いて5番、2コーナー回って向こう正面、順位を振り返っていきます。依然としてビフォノブルボン1馬身差マルゼンスキー、3番手に3番、4番手サイレンス鈴鹿、少し後ろから2番ライスシャワー並びかけてきた後ろハッピーリーク、1馬身差17番、少し後ろから12番、内でアグネスタキオン、その外並んでメジロマックイーン、そのうち並んで東海帝王、残り 1000m を通過、そしてその後方には4番、内を回ります。5番、14番、並びかけてきた1馬身離れて11番、後方2番手に9番、15番、最後方がミホノブルボン、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ミホノブルボン、彼女の客室には合っていますね。先頭ミホノブルボン、レースはよどみなく進んでいます。第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。さあいよいよ直線だ。さあ可能性を導き出そう。アグネスタキオン前を狙っていると栄光まで400、最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのはミホノブルボン、並んでくるアグネスタキオン、ライスシャワー先頭に変わった。残り200、アグネスタキオン抜け出した。先頭アグネスタキオン、しかしその差はわずか。アグネスタキオン足色は衰えない。アグネスタキオン1着でゴールイン、実力をいかなく発揮しレースを制したアグネスタキオン、 URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着はライスシャワー、3着はミホノブルボン。これが研究の成果さ。